カードショップ行くか。入れない、入れない。入れないの？なんで？ DJ に連絡取らんの。嘘？厳しいの？ DJ に連絡取って、うん、いいって言えば入れるけど、お客さんがすごいのよ。うん、ああ、それ前言われた、店長さんに。めっちゃくちゃいいの。店長に言われた。映っちゃうんだよ。ダメなんだ。いっか、取れたかないし。取れたかないよ、買わないなら。買わないもんね。探した方がいいよ。ここって探してよ、じゃあ。カードショップ行って行ってってうるさいな。行けないんだよ、だって。行けないんだって。DJ いないし、今。DJ タイにいるよ。タイ？タイ今、あの、お父さんたちと旅行行ってタニマンと。あ、そうなん、うん、入れないの。入れないからね。勝手に。うるさくて、TJ のカードショップ行けって。言えば入れるんだけど。うん。わかりました？取れたかないし、入れないんだって。お客さんいっぱいいるから。暗くないこれ。これわざと暗くした。なんでか知ってる？わからん。これ暗くするじゃん。うん、こうなっちゃう。あ、しか、それでやってんだ。そう、わざと。俺もなるこれ。なるでしょ。だから画面明るいから。あ、そういうこと？そう、プロは下げる。初めて知った。これでまだ明るいの。ボワってなってるの、ね。めちゃくちゃ暗くしないと。ほらだから本当はのここにシール貼る真ん中に、うんうん、反射しちゃってるし白いからここは。そうなんだね。ダークモードがあったらなんないんだけど。ありがとう、うん、いつも光っちゃうの。そうボワってなっちゃうから画面を暗くしないと。プロだから見やすくなったでしょ。向こうも変わるんだね。向こうもね 見づらいよ。だこれダークモードがあればね。ツイキャスあるでしょ。ダークモード知らん。あるのよ。暗くできるのよ。そう、これ厄介だね。これセブンさん、どこに行くの。とりあえず商店街の方行くかな。ぐるぐる回るの。回ろうかな。あんな人混みが多いとこ歩いてんの。歩くよ。歩く。商店街歩く。ドンキの前とか歩く。普通にマントで、うん、堂々と気にしない。でも店の中入るときは絶対マントを外に置いてから入る。コンビニ行くとき。店入る。店入る。コンビニ入る。酒買ったりタバコ買ったりライター買ったり。そんなお金あるの。あるっちゃある。商店街の方戻るわ。いつも行き当たりばったりで見つけるの。そう。すごくない。あと匂いとか。俺ここで適当に入った公園だったんだけど、ここでもう匂いがした。なんか匂うなって。でそこに寝てた朝。うん、寝てたよ。匂いで。匂いで分かる。近くに来たらすごいな。匂いが臭いの。臭いんだ。風呂入ってねえから、ね、風呂入ってない。でも一回入らしたんだよ、リスナーさんの家から。家で。そう、久々に会ったわ。1年ぶりぐらい。1年ぶり。同い年だって。同級生。同級生。同級生。皆さん同級生どう。同級生。どっちが若い。同級生。同い年。42。今年43。43。今年43。俺早生まれだから。うん。57年なんだ。7年。同級生だ。56年でしょ。56年。同級生。同い年。神様のいたずらです。俺と聖司とヨッサンが同い年。ヨッサン。ヨッサン1個下だよ。あ、1個下なの。そう、あ、そう。俺ので、誠二とだけか。そう。嘘だろ、つってセブンさんの若いって。老けたよな。老けた俺らな。うん、老けた。疲れるおじさんだよ。めっちゃ疲れるよね。うん、こんなのやってる場合じゃないよ、マジで。わかる。わかる。マジで。あ、あと天然ストレートも一緒。あ、天然さんも一緒なの。そう。あ、そう。同い年。TJ は TJ 1個下。1個下なんだけど、うん、あいつ5月生まれだから、うん、年は違う。年代は違うけど、うん、学年はね、うん、年はほぼ一緒。あ、一緒なんだ。まあ、1個下だけどね。1個下。カードショップどこだっけ。あっちだよね。あっちだよね。これやってるの。俺、大勢を来るけど、見かけたことないけど。あ、そう、くぼっち。あ、いるんですよ。妖精だからね、たまにちっちゃくなっちゃうときは。本当にちっちゃくなるわ。お、あの、名古屋の美味しいものは何ですか。店。え、店、デキン。撮影ダメだよ。でも許可取ったんだけど。許可取れない。取れた。俺ら許可取れなかった。取れたの。あ、そう。うん、ダメだって。名古屋。名古屋。前もないよ。デキンになっちゃった、蓄電で潰されてた。そもそも放送ダメなんだよね。あ、ダメなんだ。放送ダメ、そもそもが。バイトかなんか行ってたんじゃない。ああ、多分そうかも。おっさんみたいなおばさんおるやん。うんうんうん。あの人に聞いてみたらダメって言った。あ、そう。関わりたくないって言われちゃった。もう来ないでください。全部中国人でしょ。台湾人。なんだ。台湾、中国人。中国人なの。わからん、知らんけど。関わりたくない。来ないでください。こっち右曲がると先政治の。ああ、じゃあこういうまっすぐ行ってみようか。カードショップとかね。カードショップとかね。ちょっと行ってみろ、あっち。あれって何。アリアンス。じゃあね、また、うん。
頑張ってセブンさんでした。びっくりしたね、いきなり話しかけて。台湾人か、ロボッチいるかな、この通り。いるかな、なんかいそうはいそうだけどな。リアトツ来て、来たっすね、今セブンさん。たまたまばったり会ったっす。匂わないな、まだ。いなり食べないと。いなとつ来ない。いなり人気ないみたい、まだ。あの、いなり持ってるんでね、今。いなり寿司。大阪から持ってきたんで、もしよかったらリアとつもらってください。あ、今から来ます。わかるかな、場所。そう、紅生姜入ってるんでね。紅生姜好きな人、苦手な人はちょっと美味しくないかも。どっち見つかんないと食べさせらんないですよね。どこにいるんだろう。あれ、これコンパルの近くじゃね。あれコンパルの近くでしょ、これ。あ、コンパル、あ、ここコンパル、コンパルっすね、あそこが。で、僕がガチャガチャで当てたやつ、あれなくなってるわ。あ、放送禁止用語、これだ、これ、これ、これですね。この前ガチャガチャで当てたやつ、これね。パターン A、パターン C、自主規制、放送禁止。放送禁止用語を当てたいですね。放送禁止、これはいらないですね。でもこれはいらない、もう持ってるから。 これ欲しいですね、これ。やっとく400円する。やる、回す。今日持ってきてないんですよ。え、また同じの出たらやだな。同じの出たらやだな、同じの。やだよ。皆さん、事件です。財布忘れたかも、車に。財布車に忘れちゃったっすね。忘れちゃった、車戻んないと。ダッシュボード置いちゃったっす。あー、月1あります、30個、10個ラスコリ。待っとかないとまた晩になるから。だね、もっとない。事件です。財布忘れた、車に忘れた。誰誰誰、車戻ろう。近いかな、近いかな、これ。誰誰誰誰、そう、みそかつペイペイで払った。誰誰誰誰、場所覚えてる。どこだ。ガチャできない。2丁目、オース2丁目。なんか薬局があったっすね、近いのかな。あっち、あっち、だるだるだる。
薬局があったっすよね、大須2丁目。擦られた可能性ないね、車に置いてある、絶対擦られたらないでしょ。名前ちょっとさ、もうこれ稲荷置いてきていい、車に誰も来ねえじゃん、稲荷置いてきたよ、もうこれだるいわ、これ誰も来ねえんだけど、稲荷誰も来ねえじゃん。どこだ、大須2丁目。344来るって、どこにいたらいいんだろう。裏門前町大通り出庫じゃん、車の、嘘でしょ、財布車の上に乗っけてる。いやそれはな、それはないわ、それはないわ、それはない、車の中で言った大須なんだっけ、大須なんだっけ、大須なんだっけ、大須まだまっすぐ、あっち2丁目、大須2丁目、中区大須2丁目、まあまあ遠い、まだまっすぐ、うん、バックの紐だね、それ車の中っすね、ダッシュボードに置いてたっす。まあまあ遠いな、公園の近く。あ、那智くん、なんだっけ、ブレーキングダウン、まっすぐか、これ久保っちねえかな、また歩いてる途中に。うん、忘れちゃう、ガチャガチャできなかったっすね、だるいわ。普通もの多いな、久保山さん、これ偽物ですよ、持ってればいいね、携帯。痩せたね、まあ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 痩せた。ウォッチいそうだな、でも歩いてたら適当に、YouTube の人が歩いてるよって言われてる。 YouTube じゃないんだけど、右にファミマあった、 OK、 これまっすぐだね、はい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 、あ、分かった、把握した、把握、ブランド品の価値をつなぐお手伝いをしています。稲荷置いていい、車に、もう誰も来ないじゃん、誰も来ないな、置いていいよ、稲荷車の中で待ってていい、稲荷凸、稲凸だるいわ、車あった。